俺の先行ドロービッグシールドガードナーを守備表示で召喚カードを1枚捨てターンエンドだ俺のターン手札より悪魔族専用融合カードダークフュージョン発動手札またはフィールドから融合素材モンスターを墓地へ送り悪魔族融合モンスターを特殊召喚する手札のスパークマンクレイマンを融合いだよイービルヒーローライトニングゴーレムライトニングゴーレムの効果発動1ターンに1度モンスターを破壊何オルテックボムリバースカードオープントランプ発動魂の綱このカードは自軍のモンスターが破壊された時コスト1000ポイントを払い自分のデッキから四つ星モンスターを1体召喚することができる翻弄するエリフの剣士を守備表示で召喚ライトニングゴーレムの攻撃ヘルライトニングするエルフの剣士は攻撃力1900以上のモンスターでは破壊することはできないぜターンエンド俺のターンドローそしてこのカードを生贄にデーモンの召喚を呼び出すぜ魔光雷俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。ドロー。ヘルブラッドを特殊召喚。ヘルブラッドはフィールドにモンスターがいないとき、手札から特殊召喚が可能。ヘルブラッドを生贄に、現れろ、マリシャスエッジ。マリシャスエッジは相手フィールドにモンスターがいると生贄の数を1体減らし召喚できるそしてこの瞬間墓地に置かれたヘルブラッドの効果発動カードを1枚ドロー行けマリシャスエッジニードルバーストカードを1枚伏せターンエンド俺のターン、ドロー。手札からマジックカード、サイクロンを発動。このカードは場のマジックトラップカードを1枚だけ破壊することができる。こいつは自分の墓地の持続性モンスター1体を取り除き、特殊召喚できるモンスター。墓地に眠る翻弄するエリフの剣士を取り除き、岩の精霊タイタンを特殊召喚。さらに岩の精霊タイタンを生贄にし、いでよ、ギルファーデーモン。俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。ドロー。さらに装備魔法、ビシャスクロー。装備したモンスターの攻撃力を300ポイントアップイービルヒーローヘルゲイナーを召喚守備モンスターを攻撃し守備力を攻撃力が超えていればその差の分ダメージを与える何マリシャスエッジで攻撃ニードルバーストだがこの瞬間ギルファーデーモンの特殊効果が発動このカードが墓地に送られた時装備カードとなり装備モンスターの攻撃力を500ポイント下げるヘルゲイナーの攻撃ヘルゲイナーのモンスター効果発動バトルを行っていないヘルゲイナーを2ターン先の未来へと送るマリシャスエッジはこのターンもう一度攻撃が可能となるバカな
行くぜ。リバースカードオープン。リダクションバリアを発動した。このカードは戦闘で受けるプレイヤーのダメージを10分の1にする。ターンエンド。俺のターン、ドロー。手札から強力な壺を発動。デッキよりカードを2枚ドロー。ワタポンは通常のドロー以外でデッキから手札に移った時、フィールドに特殊召喚することができる。ワタポンを攻撃表示で召喚。リバースカードオープン、ソウルテイカー。あれは相手フィールドのモンスターを一体強制的に生贄にするマジックカード。その際相手プレイヤーは1000ポイントのライフを得る。現れろ我が最強のしもべ、ブラックマジック。これで俺のターンを終了するぜ。ドロー。マジックカードダークコーリング発動。墓地のダークフュージョンを除外し、その効果の融合召喚を行う。現れろマリサスデビル。カードを1枚伏せ、ターンエンド。俺は信じる、自分のデッキを最後まで。俺のターン、ドロー。マジックカード、天よりの宝札を発動。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く。アルファ、ベータ、ガンマ、3体のマグネットウォーリアーが揃った。行くぞ、超電磁合体。マグネットバルキリオン。ホーリーエルフを守備用意で召喚。俺のホーリーエルフは場に出した時からある魔法呪文を唱えていたのさ。その呪文とは、自らの攻撃力を場のモンスターに与える補助魔法。行け、マグネットバルキリオン。マグネットセイバー。さらに手札から復活の祭壇を発動。デッキの上からカードを2枚取り除き、自分の墓地からカードを1枚手札に加える。マジックカード強力な壺を発動。デッキから2枚カードを引き、俺は伏せカードを2枚セット。これでターンを終了する。ドロー。このタイミングでヘルゲイナーが戻ってくる。マジックカードオーバーソウル発動。墓地のエレメンタルヒーローを特殊召喚。クレイマーを攻撃表示で召喚。マジックカードダークフュージョン発動。現れろイービルヒーロー、ヘルスナイパー。ヘルスナイパーは相手側守備表示の時、相手に1000ポイントのダメージを与える。なんだと。ヘルスナイパー効果発動。ヘルショット。トラップカード、ディバインウィンド。ディバインウィンドは効果を倍増し跳ね返すトラップ。愚かな。絶対無敵、究極の力を解き放て。発動せよ超融合。
手札1枚を墓地に送り、フィールドのモンスター2体を融合する。何？バカな。手札を1枚墓地に送る。いでよ、イービルヒーロー、ダークガイア。ダークガイアの攻撃力は、融合素材とした岩石族モンスターの攻撃力の合計。何？リバースカードオープン。永続トラップ、一族の掟。このトラップカードにより選ばれた種族は攻撃を封じられる。ダークフュージョン発動。俺は手札のフェザーマン、ワイルドマンを融合。いでよ、ワイルドサイクロン。ターンエンド。強い。俺のターン、ドロー。モンスター回収カード。場に出ているカードと手札を全てデッキに戻し、シャッフル。そして新たにカードを5枚引く。デビルズサンクチャリ、速攻魔法発動。メタルデビルトークン。メタルデビルトークンの攻撃力と同じポイントが相手のライフから引かれる。増殖。この魔法効果によってフィールドの攻撃力500以下のモンスターを分裂させる。メタルデビルトークン3体を生贄に捧げ、いでよ破壊神オベリスク。なんだこの光は。10代君、君ほどのデュエリストならその相手は神こそがふさわしい。さらにマジックカード、死者蘇生。目覚めよ、墓地に眠りし魔術師の魂。いでよ、ブラックマジシャン。俺は手札からマジックカード、指定の絆を発動。フィールドにブラックマジシャンがいるとき、来であるブラックマジシャンガールを守備表示で特殊召喚する。行くぜ、10代くん。それは、オベリスクの最上級能力を発動するためだ。ソウルエナジーマックス。何？ゴッドハンドインパクト。